山頂からのパノラマ送信等群ライトアップされたテレビ等測量山は北海道室蘭市清水町にある標高199.63メートルの山である。1872年札幌へ至る札幌本堂建設にあたり開拓市の陸地測量圏道路築造町である米国人技師ワーフィールドが測量を行うために登ったことから当初は検討山と呼ばれその後 現在の名称に改められた。アイヌ語では、星家三辺と呼ばれ、沖合での寮からへ、友や内浦湾内に戻る際、測量山を目印としていたものと思われる。このアイヌ語名に対し、宿津町二丁目にあり、現在通称、鍋島山と呼ばれている小山が、いよし三辺と呼ばれていた。一等三角点が設置されている。山頂には講述する。 テレビなどの送信書のほか展望台があり、白鳥大橋など、室蘭こと周辺市街地、噴火湾などが見下ろせる。夜は夜景の名所となる。天候が良ければ室蘭市以外の山々や町の明かりも遠望できる。山頂にテレビと FM ラジオの送信書が置かれている。山頂のテレビ塔では日没から深夜0時までライトアップが実施されている。これは 1988年7月29日から31日に開催された室蘭港祭りに合わせて北海道電力室蘭支店が行った測量山ライトアップ事業に橋を発している。当時、新日本製鉄室蘭製鉄所の航路休止に伴い、室蘭の基幹産業である鉄鋼関連企業では人員削減が相次いでいた。人口流出が 全国一となるなど暗い話題が多かった室蘭にあって室蘭再生の機運を高める契機となった。市民の多様なメモリアルとして一晩4000円の申し込み料を維持経費に充てることによって転倒されており、運営は市民有志が設立した財団法人室蘭ルネッサンスが行っている。また申し込み時に寄せられたメッセージは北海道新聞室蘭版や 室蘭民法に掲載される。市民や企業からの寄付により成り立つという性格上、幾度となく資金的な危機を迎えてきたが、1988年11月28日の開始以来、昭和天皇崩御の前後や2012年11月の吹雪による大規模停電を除き連続点灯を継続しており、2010年10月23日には連続点灯8000日、 2013年7月19日には同9000日を達成。平成最後の日であった2019年4月30日が通算11 11 1万111日となった。ありがとうございます。